僕やば。よし、では続きをやっていこう。市川は昼休みに入ると教室が騒がしくなるため、移動をしていた。陰キャ特有のぼっち旅である。向かった先は図書室。静かな場所が好みのようだ。安らぎの場所。扉を開けると。なんかいるー。おにぎりを頬張る美女がいた。市川を見つめてから、おにぎりを食いちぎり、もっもっし出す山田。もっも、と。キャウキャウは可愛いの伝道。市川は唖然とするも、関わらないようにそそくさと距離を取りながら移動をする。口の中でもちゃもちゃさせながら、何かを伝えようとする山田。市川は分析を開始するも、全くもってなんて言われたのかわからない。相槌を打つ形で、そうっすね、と答える。山田は不安そうな顔から一転して、安堵した表情に変化する。よかったとつぶやきながら。なんて言ってるんだろうね。気になる。お願いだから先生に言わないで。と、私は聞こえてしまった。一度そう思ったからには、変化させるのが難しくなっている。市川はほんの間から山田を様子見る。おにぎりを食べ終わった山田は、ポテチを食べ出すのであった。食欲旺盛な山田。パーティー用のポテチを食べる山田を見て、驚愕する市川。一人で食べてニッコニコ。そして市川は言う。っていうか、おにぎり?と。おお、このテーマ曲は考察のテーマ。私の考察動画だけでも、もう風呂敷はだいぶ開かれている。一気に詰め込むとわけがわからなくなるので、こまめにやっていく。まず、おにぎりの前に、このシーンから、注目していただきたいのは、左右にある本のタイトル。左側は面白、という字が枠に囲まれているように見えるね。そうだな、そして右側はぼやけて見にくいが、21と読めると思う。私の2話と6話の考察動画で、エジプトギリシャ神話、源氏物語、手塚先生、風刺家伝世阿弥を紹介しているので、詳しはそちらを参照していただくとして、お菓子?とブラックジャックのアピールがこっそりと入り込んでいる。面白、の時点で手塚先生の可能性もある。山田側の本棚にはそれらがどっさりと暗喩で詰め込まれている。全部を紹介するとだれると思うので、一例を。一番右の本に注目していただきたい。忍者の技を科学で解説。とある?忍者の技は忍法である。ガッチャマンである科学忍法。おなじみの歌詞、科学忍法火の鳥である。こうした形で、ここにある本は手塚先生の作品につながる。興味がある方は検索をかけてみると面白いのでぜひどうぞ。また、補足になるが、山田はお菓子の中でチョコが一番偉いと言っている。これも手塚先生が由来であると考えている。漫画の神様である手塚先生と面白、お菓子を例えて偉いとしているのだと思う。美味しいとしないあたりもその表現の一つだろう。また、たびたびこのような表現で設定を見せつつ、という手法は、ノリオ先生が独自のスターシステムを採用しているからだと考えている。スターシステムって?手塚先生がやり続けている表現で、ご自身や過去の作品の登場人物を、その世界でのみの設定で登場させる表現だ。ノリオ先生の場合は、姿形を出すわけではなく、ご自身がキャラクターに話させたり、一体化したりという形での手法が取られていると考えている。また、8話ではロロッロの市川と市川が一体化している節があり、それも考察動画で出させていただいた。漫画の先駆者であり、神様である手塚先生は山田、つまりノリオ先生が言うように、一番偉いのである。そして僕やばの世界ではノリオ先生が一番偉いのである。僕やば。さて、それではおにぎりについて解説をしていこう。まず、山田が図書室でおにぎりを食べるのは現状では1話のみである。私は不思議だった。それ以降はお菓子ばかり食べており、なぜおにぎりを食べているのか、という違和感から調べることに手をつけた。まずはこちらをご覧いただきたい。アニメイトタインズというサイトに掲載されているインタビューに答えるノリオ先生である。好きなアニメを問われ、鬼滅の刃を挙げている。これは僕やばのアニメに関する質問が前提となっており、Twitter の画像まで引用され、回答がされているのにこの後はなかったかのように次の質問に移っている。言ってしまえば、私が私の動画で僕やばとは脈絡も関連もない状態で鬼滅の刃の説明を始めてしまうようなものである。僕やばのインタビューである。考えにくい。つまり、掲載がされたということは意味があると判断をした。鬼滅の刃。鬼を滅する刃。おにぎり。おにぎりである。これは当て字ではなく、古来から存在している。山田がおにぎりを取り出した袋にはカエルの絵が入っている。これも後にも先にもほぼ出てこない。おにぎりと関連があるからだ。霊夢、柿太郎って知ってるか?柿?桃太郎なら知ってるけど、いい線だ。桃太郎と柿太郎は縁が深い。現在の桃太郎の物語は、明治時代以降にでき、完全懲悪者として浸透している。だが、時を遡ると、室町時代から桃太郎の話はある。
当時から江戸時代までは桃太郎は人から生まれて話が始まる。おにぎりは、そのうちの物語の一つ。山入り桃太郎から引用されている。ざっとあらすじだけ話そう。とあるところに、老夫婦が2組いた。A の夫婦は桃を食べた。B の夫婦は柿を食べた。すると A も B も若返ったため、子供を作った。それが桃太郎と柿太郎である。桃太郎は正直者。柿太郎はひねくれ者として育った。桃太郎は鬼退治に行くという。柿太郎はその話を聞き、桃太郎を出し抜こうとし、先に鬼ヶ島へ向かった。柿太郎のお供には、カエル、カラス、カニというわけのわからない陣営。鬼ヶ島に着いた柿太郎は、あっさりと武器を奪われ降参する。鬼に捕まった柿太郎は、いいようにもてあそばれ、使いっ走りとしての生活をし、苦しんでいた。そんな生活をしていく中、ようやく桃太郎が鬼ヶ島に来る。鬼は財宝を隠し持ち、桃太郎と対峙する。ほら、走りにすんな。桃太郎により成敗された鬼。その後、柿太郎は桃太郎の家来になる。小林は読者へのメッセンジャーであり、二人をつなぐ役目があるため、任務をしっかり果たす。山田はポテチを隠したように、後ろ手に何かを隠す。それが、この山入り桃太郎の物語である。柿太郎は、鬼の残した財宝を大事に持ち帰るのであった。画面はゆっくりスライドされ、幕を閉じる。というシナリオが入っている。さて、それではなぜこの山入り桃太郎が導入されたかの考察をしよう。桃太郎は、もともと、どの展開においても引用語用説を元に作られている。犬猿記事をお供にし、鬼門である鬼の位置まで行き、大勝利するというのが鉄則となっている。これは別動画、続くの歌詞の説明をした時にも入れたが、市川と山田は引用の関係があり、柿太郎と鬼もそれは同義である。しっかりと掘り下げれば1話から全容がわかるようになっており、引用は対立の関係でありながら、その対立を内に秘める彼らは似ており、それぞれの立ち位置が逆転したりするように作られている。私が考察で出すブラックジャックも白と黒で描かれており、ヤングブラックジャックに至っては若気の葛藤が多く、自分自身の白と黒の対立が目立つ。神話は月と太陽がモチーフとなり、これも陰と陽であるし、源氏物語の哀れとお菓子も対立の関係で陰と陽を描く。手塚先生の作品は死生観が強く、これも陰と陽。のりお先生はインタビューの締めくくりに、興味深い一言を入れている。一応ラブコメ、として位置づけている。よって、見せているものは一つだけではないと私は考察をしている。すべてのものが陰陽に結びつき、陰陽の関係のうちに陰陽があり、秘すれば花のごとく、市川と山田はそれを隠す。基本的にはお菓子の展開で進み、場面場面で脳のようなわかりにくい描写がある。だが、その描写の意味に気づく、個人で補完ができた時に、何とも言えない趣が発生し、哀れの気持ちが持てるように作られていると考えている。故に、私はノリオ先生が天才だと思う。わかりにくい中に、わかりやすさを取り入れ、わかりにくいを演出し続けている。風呂敷は大きく、それでも内容にズレはなく、引き出し発想もあの手この手があり、その度に作品に恋ができるように作られていると感じる。表と裏、用と陰。たまに見え隠れするのは市川と山田だけではなく、作品自体に表と裏があり、用と陰が描かれているのだ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント等ぜひお待ちしております。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。